いやもう引火してる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 危ない危ない。どうも東京挫折組です。今日の企画は、はい、カップ焼きそばを本当の焼きそばにしちゃうよ。カップ焼きそばって焼きそばって言ってるけど実際これ焼いてないじゃないですか。まあ、確かに。そこで今日はこのカップ焼きそばをチャッカマンで焼いて、はいはい、本当の焼きそばにしちゃおうっていう企画なんです。ああ、なるほど。どうですか、赤崎さん。あ、僕ですか。はい、まあまあまあ火遊びをするんですかそれではやってみよう。さあ、早速ね、ちょっと焼いていきましょうか。じゃあ、はい、3人でね、入火していきましょうか。入火っていうんですかいきましょう。よーい、スタート。あー、なんかね、なんか思ってる以上にちょっとなんか寂しい気持ちになるね、これね。なんか夏が終わるみたいな。そうそうそうね、なんかちょっと儚い感じが、儚いですねちょっとさ、これ意外と焼けないんで、この麺をガーッと持ち上げてさ、はい、で、全体的に焼くっていう。あー、なるほど。麺持ちは誰が担当します。あ、じゃあ僕行きましょう。赤崎か、やっぱこれ結構ね、責任重大ですからね。量とかバランスもある。そうそう、バランスある。バランス全体的に焼きそばになるんだって意味ないから。こんなもんですか。あ、ちょうどちょうどいいこれを焼いていこう。何をやってるの。ちょっと思ったんだけどさ、焼かれてる感じがちょっとあんまりないから、まあ、ちょっともう最終奥義いきます、はい、もう油で薄く広くね。ああ、ああ、ああ、じゃあいきます。はい、ああ、やっぱりそんなに。これ最初の映像だと思うんですけど。ちょっと持ち上げる。ちょっと持ち上げてやってみます。油がすごい。これもうどんどん固まっていく。もう一回お湯かけなきゃいけない。もう一回お湯かけてふやかさないと。油をかけてもやっぱり変わらないんだ。割とオクラ効果だこれマジで燃えないな。伊藤さん、どうかね、一本の麺燃やさないでください、ね、もう引火してる、引火してる、引火してる、引火してる。危ない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 。ダメですよ、セブン先行っすか。先行なんか鉄板で焼いたみたいな、ちょっとすすっぽいさ。あー、確かに確かに。ね、匂いもなんか本当ソースとなんか燃えた感じが混ざってる感じ。燃えた、それですか。まず、じゃあ、私から。はい、じゃあ、食べてみます。え？焦げた味。マジっすか焼きすぎてたみたい、意外に。あ、そうなんですね。見た目じゃわかんないけど、端っこだね。なんかビニール焼いた時に。いや、そう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 。ちょっと赤崎も。あ、じゃあちょっと思い切ってこの辺り行っちゃいます。かなり焼かれた部分。かなり焼かれたというか、もうこれもう燃えかすみたいな。麺が立ち上がってますよ、もう。パリスタ。あ、まずいなって。また食べた。あ、まずいな。いや、食べ続けるんですよ、これ。なんだろうね、この。ミニ四駆のタイヤ。あ、食べたことないよ、そんな。そう焼きすぎたんだね、これ。完全に焼きすぎた。いつがピークだったんだろうね。食べ時を教えてほしかったよね。今回の検証結果、カップ焼きそばは焼かなくてよかった。